めちゃめちゃ可愛いガチャ発見したんだけれども、狙いのが出るかどうかというパーティーンだよね。全部で5種ということで、5回やってきたんだけど、パンダがね、いるの。俺の大好きなパンダ。ゴリラはいなかったんだけど、まあ、どういうガチャが最初に見ようかみんなで。まずはね、パーカリス、シュゴート、封印を解きまして、ラインナップの紙をね、さっ、まだ見てない、まだ見てない、危ない、危ない。世界は万物の掃きだめである。マータイルリクザン。もうこの時点でさ、この時点でめっちゃ興奮しね。やばいよな、このメンツ。まあ、ゴリラはいなかったんだけどね、残念なことながら、遠い昔、幻の大地、マー大陸を支配する一つの王国があった。その名もマー王国と。で、まあ、いろいろ書いてありの、要するに、ロマンとね。要するに、ロマンということですよ。ゾウさんに、一番の狙いのパンダに、で、モンキー、お猿さん、そしてペンギンに、ウサギと。いや、ほんと、ゴリラいたら最高だって言われてもね。もうゴリラ並みに好きなパンダがいるから、ちょっと最初に開けたやつを見てみようかな。俺まだ見てないから、これ。まだ見、さっと氷、さっと氷、やばしだ、これ。絶対クオリティ高いわ、モンキー。ちょっと待って、さっ、うわー、めっさかわいい。マーモンキーだね、マーモンキー。マーモンキー、顔がすごい怖いけど、顔がすごい恐ろしいけど、マーモンキー。で、吐き出しているのがバナナだよね、これ。バナナを吐き出しているモンキーと。 この真正面来るね、真正面。真正面すげえグッと来るわ。すげえ、めちゃめちゃかっこいいじゃねえか。いや、これパンダ期待できるね。1番目はモンキーということで、次パンダ。頼むぞ、パンダ。パンダ来てくれよ。いや、本当にパンダが欲しい。パンダが欲しい。パンダ子パンダ。パンダさん。出てきてくれ、頼む。出てくれ。パンダ来てくれ、パンダ。ゾウさんじゃねえか、でかっ。ゾウさんすげえでけえ。ていうかさ、ゾウさん何履いてんだろうね、このね、ゾウさんね。ゾウさんこれリンゴかな？ 待って待って。これなんだろう、ゾウさん。ゾウさんこれリンゴ履いてんのかな？赤いのなんだろう、これ。リンゴで合ってる？でもリンゴっぽいよね。ていうか、ゾウさんの好物って何？みんな知ってる？ゾウさんの好物。ゾウさんってなんか何でも食うイメージあんだけど、好物何なんだろう？ゾウさん。ゾウさんの好物。これリンゴだよね。リンゴで合ってる、これ。わ かんねえ。多分リンゴだと思う。で、ゾウさんで。うわ、ゾウさんでかっ。マーエレファント、でかくね？マーエレファント。すげえ迫力だな。じゃあこのね、穴に、ゾウさんの口の穴に、うわ、正面すげえ。口の穴に多分リンゴであると思うんだけど、リンゴ入っている。マーエレファント、マーゾウさん。マーゾウさん。 マーゾウさん、クソでけえじゃねえか。重量感すごいな、モンキーとマーゾウさん。いや、これいい感じで来てるね。これ最後パンダで、これ最後にパンダ来たら超かっこいいんだけど。頼むぜ、パンダさん。パンダさん来てくれよ。パンダが来てくれたらもう大勝利なんだ。今日は大勝利。パンダよ、パンダが欲しい。パンダコレクションにね、加えたいんだよね。パンダのフィギュアコレクションに加えて。ゾウさんとつか。ゾウさんとつか。かぶるというね、奇跡妙が入ったね。いやいや、まあまあ、でも迫力が増すからな、ゾウさん、ダブルゾウさん。いいね、ここ神殿みたいになってきたわ。やっぱでかいと迫力すごいわ、マジ神殿みたい。この両サイドに、佇むゾウさん、マーゾウさん、マーエルファント。リンゴ、多分リンゴを吐いている。そしてバナナを吐き出しているモンキーであるというお猿さんっていうね。そしてパンダを真ん中に動画ちゃんと飾りたいよ。パンダの気分だから、今日もね、パンダの気分いきます。パンダ来てくれよ。緊張感パンダ。あー、狙いの来てくれっかな、パンダ。絶対パンダ可愛い、いいじゃん、あれ。パンダ笹でしょ？あのグリーンの、グリーンの入った笹。笹を生えてるパンダ。たまらんしょ、これ。たまらんし。モンキー、トゥトゥルトゥルトゥルトゥトゥ。これやっちゃってるよね、俺ね。マジか、こんなに被ると思わんかったら、くそ。パンダ来てくれると思ったら5分の1でしょ？だって。結構余裕なパーティーだと思ったんだけど、かなりちょっと渋い展開になってきてるね。しかしだ、俺は諦めてない。パンダ来てくれ、頼むぞ。いや、でもこれ、コンプしていけるわ。今日はお試しで開けてみたんだけど、かなりね、いいか、俺の好きな感じだったから、いい感じのガチだったから、次回ね、もうその場で開けてコンプしてこようかな。でもね、開けるのもこれ、大変なんだよね。こうテープでさ、中身わからないパティーンのガチャガチャだから、でもこれで出るかもしれないからね。いや、データとしてもコンプしよう。全部惜しいね、これね。並べたいよね。パンダコパンダパンダポ。やっぱり俺ってさ、なんか欲しいの、このパティン多いよね、最近ね。いや、しかしだ。しかし、あ、待って、これ人参だわ。
ね、これキャロットだよね、キャロット。まあ確かにね、ウサギといえば人参っていうイメージがあるよね。ウサギ、マーラビット。マーラビットだ、すごいな。マーウサギ、マーウサギにこのね、お口に人参をおるるるるるると吐いているね。ほるるるるって人参を吐いているマーウサギとマーラビットということで、やはりね、まあ予想、みんな予想してたでしょう。こいつは狙いの出ねえぞと。パンダ出なかったわ。くそ。あとパンダとね、あのペンギンでコンプだから、次回やってくるわ、これ。かなりね、心をくすぐられるガチャだったな。実際開けてみるとやっぱちゃうね、パッケージと。すげえわ。めっちゃ可愛くない？バナナを吐いてる、この、うわ。マーモンキー、この発想ですよ、これ。これ天才の発想ですよ、これ。マーモンキーとか。しかもバナナ入っているっていうのが、たまんなく可愛い。そしてね、最後に来た。いや、ちびっちゃいんだけどね。この、いやー、可愛らしいね。ちょこんとしてるマーラビット。マーラビットはね、人参を入っているんですよ、人参を。あと、ペンギンと、一番の狙いのパンダさんでコンプリートということで。これはコンプしないとダメなガチャだったな、これ。すっげー可愛いわ。これコンプパーティーのガチャ。これを間違いなくコンプパーティーのガチャ。すごくね、この何とも言えない感じ。気持ち悪いとも言えないしね。まあでも可愛いんだよね。可愛いんだけど、まあキモいっちゃキモいところもあるんだよね。バナナを吐きまくってるこのモンキー、この表情といいさ、まあキモ可愛いってとこかな、表現するのであれば。でも言葉ではね、ちょっと表せない感じ、プレッシャーが来るね、こいつらね。まあ動物たち、いろんなまあ動物、エレファントにモンキーに、いやここにな、やっぱゴリラいないとダメだよね。ゴリラでかいサイズのゴリラ、第2弾ではゴリラを待っていましょう。でもやっぱちょっとねこう見ると気持ち悪い顔して、なんかちょっとでも気持ち悪いね。ゾウさんこれゾウさんリンゴで合ってるよね、絶対リンゴだと思うんだけど、リンゴ、バナナ、人参だよね、これ間違いなく。ちょっと気持ち悪いのやっぱ夜見たらちょっと怖いかもね。まあとにかく今回はマー大陸というガチャの開封レビュー動画でした。みんなもぜひね、発見したらやってみてください。次回こそはね、このパンダをみんなで見ようぜ。笹を吐いている、これ笹だよね。でもちょっとね、あの豆っぽい、豆っぽい、いやでも笹だろ、パンダといえば笹だもんね、豆っぽいけど。まあこのパンダをみんなで見ようぜ。このパンダ絶対可愛いぜ、パンダ。いやゾウさん2体の迫力はちょっと嬉しいね。やっぱね、でかいと迫力があるよね。ゾウさん、おさんさん、うさぎさん、バイバイである。やっぱ気持ち悪いこう見るとすげえ気持ち悪い。なんで、角度かな、まあ、めっちゃ気持ち悪いんだけどこいつら。